さて、福岡でも今日桜の満開が観測されましたが、美しく咲き誇る各地の桜をカメラマンがリポートします。今日は福岡県浮橋にあるしだれ桜です。かつては雑木林に埋もれていた桜が地元の人の力でよみがえりました。福岡県浮橋、美濃連山のふもとに佇む3本の桜、美濃部のしだれ桜です。およそ10メートルの木から優雅に垂れる枝、満開に咲き誇った花が春風に揺れています。樹齢はおよそ70年、桜の名所として名高い山梨県美濃部山から種を持ち帰って植えたのが始まりだと伝えられています。で、本来ならばここにお堂があったんですよね。で、お堂があり、向こうはもうなんか草ぼうぼうで。実はこの場所はかつて長い間放置されていた荒れ地でした。しだれ桜は鬱蒼とした雑木林に埋もれ、地元の人でも知る人は少なかったといいます。今から7年前、この桜の存在を知った竹内健吾さんは、地元の人の力を借りて整備に取り組み、浮橋の新たな名所として生まれ変わらせました。綺麗になってみんながこう喜ぶ顔を見たら、それが嬉しいとか。夜の帳が降りると、しだれ桜はまた違った表情を見せてくれます。見物客から寄せられた募金で設置したライトが満開の夜桜を浮かび上がらせます。見ていただいて、今まで表に出てなかったこの桜を、皆さんに知ってもらう、そして見てもらって、また喜んでもらって、驚いてもらって、でまた来年も来ようねっていう、そういった感じの場所になればですね。人知れず咲き散っていたしだれ桜、地元の人の力で見る人の顔を転ばせる存在になりました。美濃部のしだれ桜は春が来るたびにあなたの笑顔を待っています。